島を本土と結ぶ立教フローレスは、グアテマラ北部ペテン県の県と、ペテン県中央部のペテンイザ湖に浮かぶフローレス島、および湖の南岸のサンタエレナから構成される。両者は立教によって結ばれている。フローレス島の中心部には、ペテン県の県庁などの政府機関の建物、教会、広場がある。島は静かで、パステルカラーの建物が立ち並ぶ。 それに対して、サンタエレナ川は商業の中心で現代的な町である。東の郊外にムーンドマヤ国際空港があり、グアテマラ式やベリーズ式と結ばれている。この二都市とは長距離バスでも結ばれている。ペテン県には、ティカル、ワシャクトゥン、ヤシュハ、エルミラドールなどの有名なマヤ遺跡があり、フローレスは遺跡を訪れる人の出発地として使われる。 フローレス自身も本来は、タヤサルという一座族の中心都市だったが、現在はすべて破壊されてしまい、歴史的に見るべきものは残っていない。タヤサルという名前の考古学遺跡はあるが、フローレス島ではなく北隣のタヤサル半島に位置する。中央広場には三つの石碑が置かれている。一つは、東のイシュルの石碑2号、一つは、楕円形のイシュル祭壇1号、一つは、 フローレス石碑一号である。サンタイレナ川の南にアクトゥンカンという洞窟がある。フローレス島にはかつて一家族のマヤ王国の首都でアルタヤ、サルがあった。1525年、ホンジュラス遠征中のエルナンコルテスの一行がタヤサルを通過し、カネク王に歓迎された。16世紀にスペイン人はユカタン半島とタカチマヤを征服したが、ペテン地方までは 手が届かず、一家族は、独立を保ち続けた。17世紀になると宣教師が何回か不況を、試みたが、成功しなかった。床ン総徳のマルティンでウルスアは1697年3月13日に、タヤサルを軍事的に征服した。島は、レメディオスと名付けられ、プレシディオが築かれた。スペインからの独立後、1831年に、姿勢を敷くときに、 殺された自由主義政治家、シリロフローレスを記念して、レメディオスからフローレスに改名された。ありがとうございます。